河原神社は、福岡県田川郡河原町にある神社。式内商社、旧社格は、剣者。演技式神明町に記載されている、部全国の神社は六座だが、その半分にあたる三座が、河原神社にある。三座は、新国沖長大姫大目神社、忍骨神社、豊か姫神社で、もともと、河原三山の山頂にあった。和道2年に、 山頂の三社を現在地に移設したのが現在の河原神社。古来より宇佐神宮と共に武善国を代表する大神社だった。新国沖永大姫大目神社と忍骨神社に小一くらいの深海が与えられたのは上和十年で、これは奈良の大和神社、石上神宮、山和神社が小一くらいになった年より、はるかに早い。 平安時代初期における河原神社の社格は非常に高く、現在部全国の一宮は一般的に宇佐神宮とされているが、古い資料の中には河原神社を一宮と記しているものもある。宮司は代々赤染め鶴賀市が務める。日本三代実録は豊姫命を新国沖永大姫、大梅命と同一している。 なお、姫本祖神社の祭神赤龍姫神の別名が、沖永大姫、閉じ命とされる。写前には、第一座神国沖永大姫、大目命は神代に、諸越の経営に渡らせ旧日、主神天皇の御用に座せられ、武前国高羽群鹿原郷の第一の竹に、静まりたまい、第二座押し骨命は、天神比大御家の御子にて、その改まは、 第二の竹に現時セらる。第三座豊姫命は、神武天皇の外祖母、住吉大明神のお母にして、第三の竹に沈まりたまうと書かれている。神国沖永大姫、大目命と神宮皇后との関連性は、古くから議論されている。王神天皇の母で、三冠征罰を行い、朝鮮半島支配に成功した、神宮皇后は、古事記において、 沖永大姫命、大帯姫命と記されている。深国は、三冠征伐を行った韓国に通じる。深国沖永大姫、大梅命と神宮皇后の同一性が、指摘されている。不明深国沖永大姫、大名神社小一位、おし骨神社小一位、豊姫神社マイナス星2位三回美史、小倉藩主小笠原氏から配慮したとの説がある。 JR 河原駅を降り、市の竹方面へ行く。清瀬橋を渡り、河原小学校を巻き込んで西へ進み、日本セメントのパイプをくぐる。徒歩10分今日。ありがとうございます。